ハローワールド、漫画先輩ヒアーくー、何回やっても恥ずかしいですね。今回はオーストラリアからのね、ここにも来てくれたミスターカイからもね、質問が来てるんで、ありがとうミスターカイ。いろいろ来てるんだけど、その中でもどうやったら漫画先輩そんな早く描けるのみたいな、みんなっていうか、いろいろね、漫画先生たちがどうやったらそんなすごい速度でドロー漫画するのか、 How to を知りたいっていうので、じゃあお答えするよっていうことをしていこうと思う。しかしそれは誰もが知りたいんじゃないのか、早く描く方法はな。で、確かに日本の漫画ってすごい早いよなと思っていて、で、まずこれは早く描く方法って、ね、そうだよね。確かに海外じゃなくても普通に日本でも1枚の絵とかね、何週間も何ヶ月もかけて描くっていうのと違う。漫画はすごい速度で描く。だからそれをお伝えすると、ただこれは、もうそれはなんでだろう。なんで日本の漫画家が早いかっていうと、それはもうそもそも日本の漫画の刊行が早いからとしか言えん。マガジンがファースト、日本でセール。つまり、ジャパニーズ漫画システムは、まず週刊っていうのがあって、ウィークリーですよ。鬼の首取ったかのようにウィークリー。月刊ですよね。マンスリーです。っていうのがあって、もうそもそもこれが、週刊はもう1週間に一度出る、月刊は1ヶ月に1回出るわけですよね。で、なるともう早い、そもそもそのペースが。だからそこに締め切り is デッドライン is いっぱい、メインデッドラインがライト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 だからファーストっていう風になるんですよ。で、そもそもですね、だからどんなペースで書いてるかというと、ウィークリー作家さんは、だいたい平均20ページぐらい前後。ね、だから、短いやつで12ぐらい、まあ8とかもあるけど、から24とか、もうもっと多いのもあるんですけどね。まあだから20ページぐらいがアベレージ。で、月刊作家も、まあだいたいマンスリーで32ページ原稿。これももっと多い56とか。ね、あったりとか、全然普通にあるで、そうなってくると、ものすごいペースで書かなくちゃいけない。ウィークリーで20ページですよってなったら、月火水木金土日やったぜ。ネームと原稿があるわけですよ。ネームから原稿、そうしたらもうここでもうネーム、話の流れ考える。そしたらもうここで原稿をやるしかない。もうおかしいわけですよ。 4 days でもう20ページなんで。しかしですよ、我々体感として漫画家でやってていろいろ見てて、大抵ですね、下書きだけで1 day、まあ、8ページぐらい限界ですよ、もう。で、ペン入れだけでも8ページ。とするとですね、これ、一緒に考えたら、1日、1 day、パーフェクト原稿、4ページなんですね。4ページかける4日、16ページで、おかしいんですね。しかし、なぜかこれが、何らかのミラクルによって、出来上がるのが、週刊連載というものなんだよね。一昨日ぐらい横田先生が言ってたけど、なぜこれができるんだろうと思うらしいですよ。毎回横田先生でも思うんだなと。毎回これは無理できない、今回こそ落とすかもって思うのが、なぜか最終日にはできている。すごいミラクルが起きてできてるわけ。月刊も同じで、月刊はそれでも楽なんだけど、月の中でワンマンスの中で、まあ、半分ネーム で半分原稿って言ったら、まあ、しかしそんな中で月刊の場合の方がよりクオリティ求められたりするし、あ、でも今週刊でも全然求められるよな。まあなので2週間2ウィークこれやったり、原稿をやらなくちゃいけない。だからもうひたすらガシガシ締め切りに追われるのがジャパニーズ漫画家で、締め切りに追われ続けるとベリーファースト。正直みんな聞くとできるよと、締め切りさえあればと。だから You can ですよ。 You can 原稿、締め切りさえあれば。あとはよく言うのは、それに伴い漫画家が何か練習をしたのかと、プラクティスしたのかというと、それはノープラクティスのことが多くて、それはなぜかというと、そもそも漫画家になること自体が割とベリーハードで、結局作品みんな作り上げて掲載していかないと漫画家になれないの漫画家です。この週刊とか月刊とかやってる人は、実はノープラクティス目に多くて、自分で作品を作って企画通して、でそれで自分の作品ガンガン書く、そこでプラクティス、実力が上がるっていう人が多いんじゃないかな。横田先生とかも、何か絵のために練習しましたかって言ったら、ノー練習。そこに時間をかけてると逆にもう慣れないっていうことが多かったりした。しかし今ちょっとまた時代変わってるかもしれないから、ちょっと昔の話、オールドタイムの話だと思ってね。っていうところで、じゃあまあそうは言われてもと思うので、早く
書くポイント、まずというわけで猛烈な速度で書かなくちゃいけない時に、多分次に漫画家が挑戦するのはどの段階でペンを入れるか。まずアバウトドラフティングの段階でインキングをどんぐらいドラフアバウティングでやるのか、どんくらいラフでやるのか、ゆるいラフでもうしっかりペン入れできちゃうんであれば、ゆるいラフゆるいラフから、まあ、当たりも入ってない段階からしっかりと正確な形が取れてしまえば早い、ベリーファーストということに挑戦したすと思われる。でこれが成功する作家さんもきっといる。しかしまあ多分2パターンで、これに挫折する組と成功する組がいて、挫折する組はもういいやと、しっかり下書きドラフト書いて、書いた上にあとは何も考えないで、ノーアイディア。例えば空っぽでも、あとなぞるだけ。なぞるですよ。なぞるだけにするっていう手もある。例えば、コナンの青山先生、青山剛昌先生とかは、もう割としっかり下書きしっかり入れてから、形取ってしっかり入れてから書いてるんだよって教えてもらったことあるっていうパターンもある。で、だからこれはもうどっちのパターンでもいいんだと思う。が、今、デジタルの昨今、ね、クリックスタジオ使ってることはもうわかっている。ね、クリックスタジオとか使ってるんだったら、やっぱ早い作家さん見るともうラフもラフですよ。なぜなら、下書きしっかり入れて、インキングもしっかり入れたら、2トライになるから。ね、2回やるのはさすがにちょっと時間もったいないよ。だからもうラフな状態からガンガンペン入れていく。で、間違ったって、あ、ちょっとずれたなみたいな選択範囲でしょ。調整する。これがまず何より早い。あとはもう一個、これはアナログ時代からの共通のテクだと思うんだけど、強弱を後でつけるっていうのは、強弱を考えながらやるとライト&シャドウ、ウナロウ&ボールドっていうのを考えながらやると時間かかるよね。だったらもう均一にまずはフラットラインガーガーって書く。フラットラインで書いた後にアフター薄くするとか、もしくはここら辺線ボールディングみたいな強弱をつけたり、これは僕のあやふやな記憶で言うとラフメモリーで言うとオーグレイト先生とかね、スーパーうまい漫画家オーグレイト先生とかはなんか確かそんなようなこと書いてた気がする、ね、先にフラットライン全部書いて後から強弱を加えるんだとみたいなことある。これも早いこの方法なんじゃないかな。どうまあでもあとは慣れですよって言っちゃうと元も子もないんだけどね。まあただ速度上げていこうとしちゃうと結局その分荒れちゃうんですね。荒れちゃうとあんまり意味なくて、それだとクオリティ下がっちゃうんで、ノークオリティなので、まずは丁寧に書いていくことの方が大事だと思います。速度は自然と上がっていくものだと思います。特に締め切りに追われればデッドライン。よし、そんな感じ。右下に登録ボタン早く、そして下にも登録ボタンあります。プリーズプッシュ。じゃあまたね。出そうで出ない、なんだろう出るか、絞り出せるか頭空っぽ頭空っぽでね。Ha ha ha.